紅型の魅力は沖縄らしい色や柄の中にこれまでの琉球が育んできた歴史そのものが見え隠れする。でそれを見つけた時にまた新しい顔を覗かせてくれるっていうのがまた紅型の魅力だと思います。一番紅型が特徴で出てきたのは殺風止を歓待するための沖縄の古典の踊り、そういったものの衣装の中から最初の始まりみたいになってますけど、それ以前にもね色目を使ったものでそういった衣装にしたりとかっていうのを作っております。木彫りは切り口にちょっと味が出るっていうんですかね、まあ、その代わりちょっと時間はかかるんですけど細かくついて刻んでいくので小回りは効きやすいですね。刃の先も細くなってるので。これは豆腐を乾燥させて水分抜いて固めていくっていう形なんですけど、シジグの刃先の保護とか摩擦とか良くするためのなんか、潤滑油みたいな役割と、あと下敷きという形で。シャバリの方がシャを置いて塗料をシンナーで薄めたものをハケで引いて柄が動かないようにつけておいたつなぎを外していって完成という形です。糸掛けは彫った型紙に糸を縫い合わせて型紙の柄を挟み込むような形で仕上げます。紅型は食生活の中の身近なものでやってるっていうことが多いですね。片浮き台もルク重で豆腐を固めたものでやりますしね。じゃあその汁はって言ったら結局顔料の元の色作りに使うタンパクを利用してそれにつけるっていう。色差し一場面一場面もう全部色を間違えていけないからみんな緊張して塗っていく。でその長さありますからそこの一部分だけやっていくんじゃなくてこの色持ったら最後まで一人の人で流していくような感じですね。だからみんなそれで色を捕まえてる時には緊張しながら行ってますね。瓶型の瓶の色っていうのも沖縄独特の色目を使った色配りをしてやってますので、すごく一見派手に見えるんですけど全体的にこう色を配った時にっていうのはそんなに派手派手には見えないと思います。糊伏せっていうのは一つ一つ筒先から糊をコントロールして出してあげて地色とこの柄の色の兼ね合いとかそういったところを考えながら、ああこの柄は伏せてあげよう、この柄は伏せてあげずに地色をかぶせた方がより奥行きが出て綺麗な柄になるだろうなっていうのを考えてあげながら進めていきます。
蒸しっていうのは色の定着っていうところを目的として行っています。ただこれは定着だけじゃなくて、この顔料で染めた部分、染料で染めた部分ともに色が発色もしてくるんですね。なのでより色鮮やかな紅型を生み出すための工程になっています。水元の工程ですが、生地の表面についた糊を洗い流していく工程になります。この工程で綺麗に糊を落としてあげて、紅型本来の色味とか生地の風合いっていうのをしっかり表現してあげる工程になっています。一通りの工程を経て出来上がる紅型っていうのがこちらの方になります。一色一色顔料で色差ししているので、とっても色鮮やかで、やはりそれが沖縄のこの紅型っていう特徴的な力強さを表現できているのかなと思います。またこれまでの工程以外にも藍型や筒引きという技法もあります。琉球藍型とは、琉球藍で藍を立てて、その中に生地をつけて染め上げていく技法になります。普段紅型をやっていて、藍っぽい色っていうのはできるんですけど、その本来のこの琉球藍の色っていうのはやっぱり何回も何回もつけて染めていくっていうことを重ねることで、重ねていく工程とこの染め上がった時の深い琉球藍の色っていうのが何より魅力かなと思います。筒引きは祝い風呂敷とかどんちょうとか型紙で対応できない大きいものを筒に糊を入れて手で描いていくっていう、そういう染め、早くやらないといけない仕事だからどんどん進めはするけども、全部フリーハンドで手で描いていくから、普通の型置きよりかは同じ大きさで言えば時間と神経がかかるかもしれない。紅型の検査の作業は、紅型の特徴である顔料がちゃんと染められてるかどうか、糊が落ちてるかどうか、汚れがないか破れがないか、合格したものに関しては4つの証紙貼ります。合格した証紙貼ることによって、消費者が良いものを安心して求めることができるように証紙を貼っています。